皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2023年12月の14日木曜日でございます。気温は10度といったところでございましょうか。なんだか僕昨日明日は寒くなるよっていう話を聞いていましたが、10度でしたらまあまあですよね。そんなにすごく寒くなるっていうようなイメージはなくて、最近いつもいつも明日は寒くなるよ、明日は寒くなるよっていうように聞いているのですが、やっぱりちっとも寒さを感じないということで、天気予報どうしちゃったのかななんていうことを思ってます。はい。ですがまあまあ過ごしやすいっていうことでいいんですかね。平年に比べて今ってやっぱり暖かい方なのですか？そこら辺は気になりました。ですから僕時折よくお便りを募集してますが、そうしたことへのご回答もよろしくお願いいたします。お気軽なお便りをお待ちしております。さらに僕は思います。あんこさんのお便り本当に読まなくていいんですか？読みたいよ。何か合図ください。あんこさんもあんこさんで、はい、もうやっぱり読んでみたいな感じでですよ。何か合図をいただけますと幸いです。何か合図を、そういうことでございまして、やっぱり読みたいなって思います。何せもうそりゃもうあれですよ、すっごいですから。はい。もう何がすごいかと言ったら、もうその秘密にしてしまうともったいないくらいの情報満載ですからね。そういうことを言わせていただきたいと思います。やっぱり読んで。いや、やっぱりあんこさんの知りたいという方いらっしゃいましたならば、ぜひともお便りや YouTube のコメント欄によろしくお願いいたします。そしてやっぱり昨日も YouTube へのコメントをいただけましたから、 CK さん YouTube へのコメントありがとうございます。もう本当にありがとうございます。まさに昨日の放送の、はい、ご回答といったところで、そうした情報までお教えくださりありがとうございます。そうなんですよ、もうめちゃくちゃ可愛いですから、めちゃくちゃ可愛いです。はい、僕はそう思いましたね。そして僕は絶対にやっぱりそれはできないなっていうのを感じました。何せ昨日のような僕はそういうことですからね。昨日のようなことですから、はい、昨日の放送をそこはぜひともご覧になってみてください。はい。ですから昨日のようなことですから、僕には絶対にできないなっていうのは思いました。ですのでこれはとってもとっても仲がいいっていうことの表れだと思いまして、素敵だな。なんだかそういうご家庭って僕憧れるなっていうところは強く思いましたね。そうなんですよ、なんとなくやっぱり僕のそうしたことではちょっと距離感がありますよね。あーでもそうでもないのかな、意識しすぎかな。やっぱりでもお友達感覚でお話しできればよかったなっていうのもちょっと心の片隅にはあります。はい、とってもそれは。でも最近いっぱいいっぱいお話はしてますけれどもね。そういうことでございまして、
どういうことかと気になられましたならば、やっぱり昨日の放送をご覧になって、そして YouTube のコメントもご覧になってください。ですので、改めまして、 CK さん、 YouTube へのコメントをありがとうございます。じゃあじゃあですよ、はい、本日も引きこもりスアワー行ってみましょうかね。じゃあじゃあ行かせていただきます。まずは、はい、お夕飯コーナーから行かせていただきたいと思います。行きますよ。僕の昨日のお夕飯は、お豆腐への、ケチャップ、ケチャップポン酢でございます。完全に失念しておりました。完全に失念。はい、それがこちら。はい、これでございます。今まで結構合わせたことがなかったんですけれども、ケチャップとポン酢、これでケチャポンっていう名前にしてみました。はい、そういう食べ方をしてみまして、このケチャポンどうだったかと申しますと、ポン酢の酸味、そしてケチャップも結構酸味ってありますよね。その酸味が溶け合って普通に美味しかったんでございますよ。はい、普通に。なんでしょうね、なんか酸味と酸味が合わさったことによって、まろやかさが出たような気がするんです。きつい酸味にならなくて、はい、その融合によって。ですから、なんかケチャップを美味しく食べることができたみたいな味わいになりましたよ。はい、お豆腐にも合ってまして、普通に美味しく食べられましたというような結果でございます。ですから、このケチャポン、これはぜひともお試しいただけますと幸いです。本当にこの僕のアレンジレシピって、参考になっていらっしゃいます？真似たよとか、同じもの食べたよっていうような方いらっしゃいましたならば、やっぱりお便りやYouTube へのコメントをよろしくお願いいたします。もう本当に本当にお待ちしてますからね。本当にお待ちしてるんですよ。ですので、はい、ぜひともこういうアレンジレシピをして、創意工夫をしてますので、はい、試してみたよのコメントお待ちしておりますとのことでございまして、昨日の僕のお夕飯でございました。普通に美味しいっていうような結果です。じゃあじゃあ行きますか。はい、お便りコーナーに。もうどなたのお便りかは、ここ数日の内容を聞いてくださればお分かりになられますよね。でも改めまして言わせていただきます。じゃん、ペンネーム、ハリュリンさんよりいただきました。ハリュリンさん、お便りたくさんありがとうね。すっごい内容もギュッとなってまして、僕は読むのが楽しみですから。でも、つっかえるの怖いなっていうのは思ってます。はい、つっかえないようにゆっくり穏やかに、そして心を落ち着けて読ませていただきたいと思います。じゃあお読みしますね。じゃん、こんばんは。こんばんはのこんばんは、そういうことでございまして、まずはこんばんはを言わせていただきました。そこだけは
ご挨拶だけは先にさせてくださいませ。むしろ今はこんにちはでございます。そしてそして続けてお便りしないとまたいつお便りするタイミングが訪れるかわからないのでまとめて送ります。どうぞ誰もお便りない日とかお便りあっても内容短い時なんかに読んでやってくださいませ。あ、そういえばこないだ私の声劇オーディション合格を早速お祝いしてくださってましたね。早くリス君、クマさんに教えたくてすぐさまスタッフさんに LINE してしまいました。おかげさまで声劇オーディション最終審査も合格しました。もちろん合格したからといってすぐ仕事がもらえるわけでもすぐ事務所に所属できるわけでもありません。私が参加したオーディションはあくまでプロになるためのプロジェクトに参加する権利をもらえるだけなんです。プロジェクトに参加するのも70から80万とトータル金額は高いです。でもだからこそプロの音楽ディレクターやプロのアニメ制作ディレクター、プロの舞台制作ディレクターなどからアシストしてもらったり、系列のライブハウスを無制限で無料で利用し好きにライブを開いたりもできますし、自分だけのオリジナルボイスドラマ、オリジナルボイスドラマ、自分だけの自己紹介オリジナルボイス録音も撮ってもらえます。これは普通の声優オーディションでは獲得できないものばかりで、普通は声優の事務所に入り選ばれた数名くらいしかオリジナルボイスドラマや自己紹介オリジナルボイスデータは撮ってもらえないですし、どんな歌のアーティストでも有名になるまでは自腹切ってライブハウスを借りることになるので、それらを考えたらトータル70から80万は安いと思いました。もちろんボイトレもちゃんとつきますしで、今からプロジェクトに参加するのが本当に楽しみです。長くなったので審査員からの総評はまた次回のお便りで書きます。そして今日の一言をいただけております。そういうことでございまして、最終オーディション突破誠におめでとうございますですから、ハリリンさん合格おめでとうございます。もうやっぱりそうですか、もう合格されましたか。そういうことでございまして、ただただ僕は嬉しいばかりでございます。本当に本当にこれはもう新たな夢のそうなんですよね。はい、なんていうんですか、架け橋となってまして、とってもとっても大切な、はい、機会だと思います。ぜひともそのこのチャンスをまたまたものにしてくださいませ。そしてそして、はい、そうなんですよ、誰もお便りない日とかお便りあっても内容短い時なんかに読んでやってくださいませっていただきましたが、もうはい、早速読ませていただきました。そうしたお気遣いも誠にありがとうございます。ハリリンさんもですけれども、あんこさんも本当にそうしたお気遣いがただただ本当にありがたいばかりです。ですからやっぱりあんこさんのお便りも読んじゃっていいですよね。あんこさん、あんこさんってば、あんこさんご覧になってますよね。ですからもうやっぱり読んでっていうような合図をよろしくお願いいたします。そういうことでよろしくお願いいたします。はい、もう
本当にそれはお願いいたしました。そしてそして早くリス君、クマさんに教えたくてすぐさまスタッフさんに LINE してましたということをいただきまして、そうなんですよ、早速早々にいただきまして、僕らも拝見させていただいた次第です。はい、それでもうあーすごいなーっていう風に思いましたよ。そしてさらにはおかげさまで声劇オーディション最終審査も合格しましたとのことでして、やっぱり本当におめでとうございます。おめでとうございますですから、やったー、そういうことを言わせていただきたいと思いました。そしてさらに、はい、私が参加したオーディションはあくまでプロになるためのプロジェクトに参加する権利をもらえるだけなんです。プロジェクトに参加するのも70から80万とトータル金額は高いです。これは本当に大切に、はい、今まで貯めていらっしゃったものから使われると思うので、本当に大切にお使いになられて、そしてこの使った分を取り戻してくださいませ。はい、もうただただご成功を祈ります。もうただただこの、はい、金額本当に安くはないです。安くはないと言いますか、もう本当に僕からしたらびっくりするぐらいの値段です。ですからもう絶対的にこの、はい、投資した分をしっかりと身につけて、そして声優さんとしてご活躍ください。僕は楽しみに未来を待っております。はい、そうした時には引きこもりスアワーっていう放送があって、めっちゃ楽しいっぽいよっていうことを宣伝もしてくださいませ。ご宣伝もよろしくお願いいたします。はい、あくまでも楽しいっぽいよぐらいのぽいよでお願いします。ぽいよで、はい、そうしたことでよろしくお願いいたしました。はい、未来のハリリンさんが声優さんとしてご活躍する、そんな素敵な未来を僕は夢見させていただきます。そしてだからこそプロの音楽ディレクターやプロのアニメ制作ディレクター、プロの舞台制作ディレクターなどからアシストしてもらったり、はい、系列のライブハウスを無制限で無料で利用し好きにライブを開いたりもできますし、自分だけのオリジナルボイスドラマ、自分だけの自己紹介オリジナルボイス録音も撮ってもらえますということでして、もうこれはめちゃくちゃ活用すべきですよ。めちゃくちゃ、そうは思いますよ。ちょっとでも忙しいから後にしようとかいうのはせずに、もう本当に使えるっていう時にはガンガン使いましょう。やっちゃいましょう。じゃないともったいないですからね。こういうのってよくあることなんですけれども、そうなんですよ、後に、忙しいからもうちょっと後に、忙しいからもうちょっと後にっていうことになってしまいまして、ついつい後回しにしちゃって結局のところ使わなかったみたいなことにもなりかねませんからね。でもハリリンさんはしっかりしていらっしゃるから大丈夫ですよね。そこはもう使い倒してくださいませ。もう元を取る分それ以上、もう倍以上にお使いになっていただけますと幸いです。そういうように願わせていただきました。
そしてそして、これは普通の声優オーディションでは獲得できないものばかりで、普通は声優の事務所に入り選ばれた数名くらいしかオリジナルボイスドラマや自己紹介オリジナルボイスデータは取ってもらえないですし、どんな歌のアーティストでも有名になるまでは自腹切ってライブハウスを借りることになるので、それらを考えたらトータル70、80万は安いと思いました。もちろんボイトレもちゃんとつきますしで、今からプロジェクトに参加するのが本当に楽しみですとのことです。もうもう、はい、ですので、もうもう、是が非でもそれを利用してくださいね。是が非もで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 も間違えましたよ。是が非にでも、是がひもひもって言っちゃいました。是がひもひもってすみませんね、大事なところで間違えまして。はい、是が非にでも、はい、もうもう使い倒してくださいねということを言わせていただきたいと思います。やっぱりその、そうですね、自由に無料で利用できるっていうところが本当にお得だと思います。ですから最初の投資はかかっても、これ本当に使い倒さないともったいないですからね。よくやっぱり先ほども言いましたけれども、そうなんですよ、買っても使わないっていうのってよくあるじゃありませんか。買っても使わないっていうの、それって本当にもったいないと思いますから。しかも期間が決まっていると思いますので、もうもう是が非でもその期間中、もう空いたところがあればすぐさま予約、はい、すぐさま予約予約ということで、もう空いている枠は全部全部使っちゃいましょう。はい、もうもう全部全部そういうことでございますから、もう本当にもういろんなことを、できることを全部されていただけることを僕は切に願います。頑張ってくださいね、本当に応援してますよ。絶対的にその元は取ってくださいね、元は必ず。そこはもう強く強く僕は願わせていただきたいのでございました。じゃないと、もうもうあれですよ、忙しいからちょっとやってないなんていうことを、もしもおっしゃるようなことがございましたら、僕でも怒りますよ、温厚な僕でも。ほら、ちゃんとやらなきゃねっていうことを怒っちゃいますからね。ですから、もしも忙しくてできてないんだなんていうことがあろうものでしたならば、お便りをくださいませ、お便りを。そうしたら僕が叱咤激励をさせていただきますから。はい、もうもう叱咤激励ですよ。はい、叱咤激励で合ってます、読み方。叱咤激励、これって4文字熟語であります？そこがちょっと僕はふと気になりました。すみませんね、4字熟語間違ってましたならば。でも叱咤して激励することに間違いはございません。はい、そういうことでございまして、はい、あとはあとは、そうなんですよね、長くなったので審査員からの総評はまた次回のお便りで書きますとのことでして、また次回ということのお便りもいただいております。やっぱりハリリュンさんのお便り、もっともっと次が知りたいというようなことがございましたならば、はい、もうすぐにでも、はい、お読みしたいと思いますので、しばし時間をお待ちいただけると幸いです。そういうことでございまして、またまたハリリュンさんからのお便りでございました。ハリリュンさん、お便り誠にありがとうございます。僕はもう本当に
応援してますからね。みんなが応援してますよ。ジャムキッチンのスタッフも、もうキャラクターも、みんながみんな応援してますからね。そこを忘れずに、はい、何か忙しさに流されないでくださいね。忙しさに流されないでくださいねということだけは強く強く申し上げます。そういうことでございまして、ハリリンさんからのお便りでございました。はい、そしてお一言、そうでした、お一言もいただいております。それが、はい、今日の一言ということでございまして、いただいておりますよ。はい、実は僕さっきちょっとポロッと言ってしまったんですよね。何をポロッと言ってしまったかは、そこはお忘れいただけますと幸いです。そして、はい、どういったお言葉かと申しますと、まず冒頭をご説明します。冒頭はそうですね、未来を華やかに描くこと、それのことってどういうふうに言います？はい、未来を思い描く、華やかに思い描く、もしくはそうですね、寝ている時に見るもの、寝ている時に見るものって言ったら何です？はい、あれですよね。そのあれを未来を思い描く方で使ってくださいませ。未来を思い描く方で、はい。そしてその未来を思い描く、それがですよ、それが扉の閉じるの反対、閉じるの反対は、そうですよね、つまりそうなんですよ、その思い描いたことが、はい、こう解放される感じがして、はい、そしてものすごい感激といったようなお一言でございます。はい、そうなんです、そうなんです、はい、まさにそれをもっとシンプルにおっしゃってくださいませ。ちょっと難しいですかね。ちょっと僕の説明では難しいかなとは思いますが、でもなんとなく冒頭の夜寝ている時に見るもの、寝ている時に見るものというところで、冒頭はまあまあお分かりになられますよね。そして閉じるの反対、これもお分かりになられますよね。そうなんです、そういうことによって、そして感激っていうところはシンプルにしてください。はい、シンプルに、はい、喜びを表現してみてください。喜びを、そういうことでございまして、やっぱりそういうことなのでございますね。ですので、やっぱりただただ僕らは応援しておりますからね。はい、もうその一言につきますよ、僕からは。ですので、僕はその喜びを表すようにしっかりと気持ちを込めて言わせていただきたいと思います。今回のお一言、皆様もお分かりになられました？なんとなくニュアンスさえ合っていれば一言一句は難しいですから、はい、大正解だと思いますよ、とのことでして行かせていただきたいと思います。ハリリンさんよりのお一言、ではでは行きますよ。それではハリリンさんよりの一言どうぞ。夢が開けたようで嬉しい。